さあ今回もゼイアビリオンズ、サバイバルゲーム、ちょっとね難易度下げてやってみます。前回ねちょっと2回目の挑戦で9日まで耐えたけど全然なんでね、ちょっともっと長く耐えていこうかなと思いますね。木をね素早く確保して、で一気に壁を作った方がいいですね。敵の侵入がねよくわからない位置から来るので、ちょっとそこがね怖いんですよね。よし、まずはね木が取れるかどうかですよ。この位置、ああ少なそうですね。まずはテント待ち。で今回ちょっとまあこの2人で見に行きつつ、まあこうどう来るかな。さ前はちょっと進行ルートも多かったからね。さあ今日はコロニーゲート、でもサッキングタワー、スナイパー、ゲートスナイパー、どっちも欲しいな。こっちにしようかな。ゲートスナイパーいいね。コロニーゲートスナイパー、これですね。あ人なんだ、いいね、防衛できんじゃん。一緒に来いよ。でこのレンジャーを防衛に残してちょっと行ってきましょう。食料と、まあ、木をパパッと取りたいが、一旦いいか。あそこになんかあるぞ。人はいないな。人というかゾンビいないですね。これもらいましょう。木は重要だからね。ちょっと進めたいね、どんどん。まあ、でも今木はね余ってるので、じゃあそうだね、テスラタワー作りましょう。同時に、まあ前回のちょっと重要だったもの、これ防衛の塔ですねを置いていきましょう。これも置ける範囲でいいかな。これはなんだ、廃城みたいなのあるぞ。うん、敵の拠点なのこれ。敵の拠点だな。引きましょう。なかなかやばいね。危ないものに手を出してしまった気がする。これちょっと入れといて、あそこちょっとなんか敵っぽいね。倒せばうまくいきそうな感じですよね。ちょっとあれ欲しいというか落としたいな。だいぶいるね。まあここでちょっと食い止めるというか重要ですね。ここだいぶ重要なので守らしといて、まあ、労働力の枯渇早いんでね、どんどんテント作っていくか。結構でも今回敵の進行ルート少ないけど狭いな。一長一短だね。広くても敵の進行を受ければきついし、狭きゃ狭いでテントとか置けないしね。木も結構先まで行かないとないしね。こっちが不毛の大地ですね。石はあるけれど、こっちなんか木もないしね。本当に腐り果ててますね。まあギリギリ、まあギリギリ全部取れるからいいですけど。エリアごとつながってるんならさ、これ多分どこも置けないよね、この木は。なら移転した方がいいんじゃないこれ。10か、たった1のために移転は、その効率の方がありそうだね。まあ、今とりあえず耐えてテントを追加していくか。さあ石が取れるようになるまではちょっと我慢ですね。来ました、石ですよ。4 3 4 3 5、いけないか。5いけないですね。隣接部分で変わってくるのか。
これ置けたらいいんだけどね。重複できないのがちょっと辛いですね。まあじゃあ防衛ですよ、もうこうなったら作るものといえば。まあこれでちょっと木の部分は、木を取る部分はね、安全にして守っていって、でまあ時期にたまるね、木と石を合わせて、軍を作る。これしかないね、もう生き延びる術は。敵あれ湧いてくんのかな。確実に倒していこう。レベルとかあれば上がるんだけどね。あ、やばいな。スナイパーがね、一発で敵倒せるっぽいから、そこは大きいよね。さあどうかな、まだ敵が来てないですかね。進行自体はないね。まあこれであのなんかサムネみたいな、このゲームのスクリーンショットみたいなね、大規模なものは作れないですよね。狭いなどうなるんだろう。まあテスラタワー置きましょう。で石がね20だっけいるので結構先だね。それこそあと4、5ターンか、5回分ですね。5日なのかどうかですね。さあ釣りとか増やせないですかね。それこそ釣り増やせれば大きいけど、ここに賭けじゃん。それはもう結構距離離れないとダメなんだな。まあ、そこまで食料に困ってないんで、まあ置かないですかね、これならば。今回不毛の大地ですね、なかなか。まあ守りやすいけど不毛の大地っていう。ゲートって強いのかな。フット10ぐらいなら使ってもいいんだよね、別に。あ、でかい、いいね、ちょうどいい大きさこれはちょうどいいですね。これ出回る2階地区みたいな、いいですね。うわ、木なくなっちゃうぞ。まだまだあるかいやー耐えれそうだな。籠城ができそうな環境ができつつある。ここは論外ですけどね。まあ、テスラタワー拡張ですね、ここは。まあでも先行っても何もないと思うんだよね。ここはね、まあ最強だと思うので、スナイパーがいるからね。で、ここ片方10なんで、まあ一番脆いね、この弓の部分を強化していったのが、ここのね、始まりですね。こいつ外出てるけど大丈夫なんですかね。あまりね、意味がないんじゃないかと思うんですけど、あれならば。起きたいけど全然起きない。すげえ、外に作ることなの？あ、ここいいね。さあ、人口も爆発させていこう。まあ、防衛のためにはね、人口がいるので、人口増やして。まあ、木が結構余ってるのが大きいね。到達すらしてないですね。敵動きましたね。それをまあスナイパーが撃っていくと。さあ電気36まで溜まりましたね。まあこれでできるぞ。これはあと働く人と木があればいける。まあ両方ちょっと人口がないっていうのが問題かな。
動けなくなっちゃうな。動けるのかな。ギリギリ通れるね。ギリギリのギリですけど。いや、増えてきたね、ゾンビの数。さあ、ワーカー数が足りないか。食料がまずいですね。ここ置いちゃいますか。まあ、勢力は徐々に広げていけばいいかな。ここ4人もいるからね。まあちょっと外に広げようと思えばできなくはないからな。まあここの木は度外視したら何かあるだろう。ちょっと1回見に行きたいんだけど、スカウト的な人がいないんだよね。こいつかな。でちょっとね、見に行きましょう。オッケー、行こう行こう行こう。一回ぐるっと回ってみたいな。そんなに外にはいないね。この辺はとやばいな。なんだこれ、挑発しない方がいいですね。ここはもう明らか拠点なので避けたいし。ってなると行く場所ないですね、こっち側対して。まあ拠点と敵のなんか溜まり場みたいなものがあったくらいかな。敵のね、なんかど真ん中というか真正面にね、もういとも簡単で普通のようにテントを張り始めましたね。まあ、物はあまり散らしてるんでね、これなんかストレージとかないんですかね。じゃあまあここに前線拠点に移動しましょう。これでできるかな。これは壊れかけなんだかな。黄色はボーナスだよね多分。オッケー、こう一旦制圧しておきましょう。さあできたならば即座に入れて。さあ視界いいですね。でこの中間に、新しくテスラタワーをこうかな縁に置けばかなり先まで勢力が広がると。これ何か置ければいいね。さっきのこれはどうかな。まだねテントが足りないっぽいですね。もしはまた結局電気が足りなくなりそうですけど、いいね。セーブですかね。だいぶ進んできた証かな。13日目来てますね。そう、これはどう？これはね、ウェアハウス倉庫ですよね。戦闘か倉庫か取る。これやると、リソースのストラテジーかなが50。で、これとは2000増えるってことで、倍になりますね。単純に。ただどこに置くんこれこれどこに置くんですかね。これ両方はもう敵の真正面ですから、
まあ無理でしょう。ここかな。拠点ないとはいえ、そんな堂々と置けないよね。ここだよね、置くとしたら。そうか、守るのわざわざ。こっち気になるね。これ防衛ですよね。これこれは、ここ置きたいな。ちょっとテスラのやつをもらっていきましょう。あ、もうあんのか。外に置くのか。さあ、ウェアハウスどこに置こうかな。置くとしたらもうちょっと上げないと無理だね。ここまでライン上げないと、もっと先までね。安全圏が少なすぎるんでね。このソルジャーに鉄が2いるんですね。なるほど、そりゃ欲しいわ。銃は強いですから、ちょっとレンジがね足りないけど。これ置けっかな。もう真正面に置き始めましたからね。頼む。見過ごしてくれ、お願いだ。壁、そうだな、どう作ろうかな。まあここにね詰めれるようになれば安全。ゾンビの進行っぽいですね。 From the West。 さあ、テクノロー、違うな、なんとかタワーですね。ゴールド300で買える。リサーチ、あ、リサーチか。これからいきましょう。タワーですね。テクノロジーですね、やっぱり。いやー、ちょっと今回のプレイでどんどん見ておきたい、いろんな要素を見ておきたい、アンロックしておきたいですね。まあテクノロジーらしいんで囲っちゃいましょう。この柵を強化したいな。木はちょっと心もとないよ。音楽園だ。ああ、まだ来てるな。守れるでしょう。オッケー。怖いね、まだ来てるかな。さあ、ちょっと食の空きが全くないですよ。あー、ここかな。ここに置くしかないかな。さあ、研究が進みましたが、あのタワーが置けたら置いてみたいが。スナイパーがいるのは大きいな。助かりますね。鉄取れるよね、ここ頑張れば。スナイパー本当遠くまで撃っちゃうからね。敵、あ、これなんか拠点壊してないか、あいつすごいやっちゃってるぞ。タワーだからこれかな。あ、ミリタリーですね。働ける人が一人でもいればといったところできましたね。どういうところに置くのこれって。ん、この辺、この辺に置けばいいの。あ、敵が いない条件だけか。どうしよう、ここかな。じゃあここかな。めっちゃできてんじゃん。まずいね。まあ、一回でも防衛大丈夫だと思うんで。あ、壊された。くっそ。ここに置きたい、置きたいんだよね。敵の進行がやまないな。危ないか、さすがにそんなところに置くのは。拠点攻撃してるんで、すげえ数きますね。
耐えられるかな。いやきついかな、結構硬いぞ。置いてしまえばこっちのもんだが、置くか。でも耐えて。まずいまずい、引くんだ。柵を攻撃してるな。柵破られたらまずいぞ。研究してる暇じゃないね。これちょっと完成したらどうだろう。反撃にならないだろうか。これ何をする。まあ真正見るだけのものか。なんだ、引くしかないね。ちょっと工場が、ここですよね。ちょっと鉄を取りに行きたいな、こうなってくると。まずはね、まあ、鉄の部分まで何千件を確保。あーまずいな、ついに工場が。工場というか今回中まで来そうですね。あの反撃でだいぶ来ましたね。全方位の攻撃がやまないので、そうやさやすと動けない。まずいぞ、なんだあの数。すごい数ですね。いやー、反対が抑えているのに。拠点好きこっちしかないかな。守れないですねこれは。もうちょっかいかけすぎてかな。来たぞ。いやー無理か。21レイズですね。いやーなかなかね、やっぱ難しいゲームですね。まだまだ今回ちょっとちょっかいかけすぎかな。次回でちょっと難易度上げていこう。まあイージーノーマルみたいなやつでしたから、ノーマルノーマルくらいでいって、ちょっと徐々に上げていきましょうかね。大群に対する対し方、倒し方がね、多分弓はやっぱ遠距離なんで、そのタワー用と、まあ、遠距離のね。で銃ですね、鉄をさっさと取ってうまくやった方がいいね。あのタワー作ったのも失策ですね。使い方がねいまいちわからないものを、あそこまで強引に作ったのがちょっと見つからない。